はい、おはようございます。ただいま、ホテルの、室内にいます。ちょっと中、朝起きたばかりでちょっと散らかってます。なぜ、ここにいるかというと、長野駅の駅が一望できる部屋に、います。これより、列車の方撮影をしてみたいと思います。ちょっと昨日雪が積もったみたいで、その向こうには山が綺麗に見える感じです。それではこの後、貨物列車到着の様子を撮影してみたいと思います。今到着しているのは飯山線の列車です。本当にこのホテルですね、鉄道マニアにはとても最高なホテルだと思います。ホテルの部屋からこのように鉄道が見渡せるようなところです。はい、89列車、隅田川発、北野川の駅の列車です。向こうには、北陸新幹線とちょうど、交換する感じで、なかなかいい、感じになりました。